ども皆様です。今、僕は北京にいます。何と言ったらいいんですかね。まあ、家の中にいるんですけれども、外は雨だし、それから高速道路もショッピングモールも、それぞれ、僕はもう4年ぶりの北京だったもんですから、すべて新鮮ということを一緒に感じるわけなんです。まあ、何と言っても生活感というものが溢れていく場合においては、まあ、イデオロギーみたいなものを遠ざかっていくような気がします。生活さえしっかりしていけば、まあ、全て幸せになるのではないかと思うんですね。そういったところで、まあ、感想を一言二言といったようなところで、まあ、分かっていただければ、もちろん、一番いいのは北京においていただければ一番これ以上嬉しいことはないと思います。どうもご清聴ありがとうございました。